ツイッター上でとあるアンケートを取ってみました。今のパチスロって面白い、それともつまらないというアンケートです。投票結果はまさかの超大接戦となりました。6号機の初期に集計を取った時は 80% がつまらないと答えていたんですが、だんだんと面白いと思う人が増えてきたようです。では内容を紹介していきましょう。ポジの意見。5号機が消えてからしばらくパチンコをやってました。 6.5 号機が出てからは完全にスロットに戻ってきました。まだスマスロはしてませんが十分面白いです。6号機に比べれば格段に出玉力上がった。俺は前の時代に戻りたいかどうかって考えたら今の方が絶対にいい。5号機終わりかけから触り始めたけど、いろんなゲーム性があるから面白い。液晶綺麗だし、画面で開始面白いですね。ここでこの子役を弾けたら、みたいなのが好きなので結構ツボにはまってます。6コン正常できる限りは面白い。グランベルムが面白すぎて今は面白いと思う。6号機初期に比べて弾いてみたいフラグも弾ける確率になってるから、低設定でもまだ終える。5号機末期と比較したらめちゃくちゃ楽しくなりました。日常的に夢が見れるのはいいことですね。スマスロにはゲーム性にも期待したい。いろいろな人から意見をいただくことができました。6号機の前半等に比べて面白いって意見が目立つなと思いました。4000人近くの集計でポジの意見も実際に半分くらいいたから、少なくとも打ってる人の半分はある程度満足して打てるレベルにはなってきているんだな。6号機初期に比べたらアルティメットマシなのは事実だしね。もちろん願い意見も多数もらいました。 5.5 号機が一番遊戯の面白さがあった今の台はあんまり面白くない。有利区間だの冷遇区間だの、全体的に台が信用できません。スマスロ第一弾の VVV でミミズとかアホかと思いました。なんか一時期盛り返したけど、結局はまた低迷してきたな。強力な上位 AT がある機種は通常 AT がほぼ駆け抜けで面白くないです。今のスマスロがありなら5号機のスペックでも良くないって思っちゃいます。めちゃくちゃ好きな機種がないから面白くないとしか言えない。全体で言うと面白くないけど、面白い打ち込みたいって台は3台くらいあります。チュラオキ、絶対衝撃さん、グランベルム、ラブキューレ2ですね。できるカンパないのわら無限に投資できる余裕があれば楽しいかもしれない。せこせこやる分には楽しくないと思う。全体的に消化中の楽しさは半減したように思われる。面白い面白くないの前にやれない。4号機5号機のピーク時の台は投資した分ある程度は返ってきたりしたけど、今はやっとの思いで引いた AT が100枚いかないとか、プレミアフラグじゃないと勝てないとかきつすぎる。面白い面白くないより恐ろしい。5号機の倍近くで綺麗に思えて純粋に楽しめないです。5万円入れて10万円出る台より3000円入れて5000円出る台を作ってほしい。このようにネガな意見も多数もらいました。そりゃ金かけて売ってるんだから当たり前だよね。まとめ、少しずつ6号機の始めを思い出してみると、コロナやらもあってスロットの客が絶望するほど少なかったなと思っています。みんなが残っている5号機を売っていたのは記憶にまだ新しいです。もちろん僕もその時は6号機を避けていました。その後に絶望の時代としてリゼロタイプが出まくって、レイヤメのパチスロ台で溢れていました。この時代が、できれというネガな印象を与えてしまいました。専業からすると設定狙いで一番勝ちやすかった時期なんじゃないかなと思いますが、専業が勝ちやすい、一般客にとってはクソな時代ということで、店が大量に潰れたなという印象です。いろいろと時代を経て、6.5 号機ではできれじゃないと思える機種もかなり多く出てくることになりました。やっとパチスロとして叩きどころがある台が生まれてきたという感覚が一番近いかもしれません。このチャンネルでは不定期にゆるくパチンコ関連の動画を上げていきます。チャンネル登録お待ちしています。